さくらシンデレラチャンネル、イエーイ。はい、今回はですね、この3人で、米とサーカスさんというジビエ料理や虫が食べられる居酒屋さんに来ています。虫が食べられる居酒屋さんに来ています。本日はですね、何の企画をやるか私たちは何も知らないんですけれども、何をやるんでしょうか。はいはい今日は二人にゲテモノを食べてもらいます。ゲテモノ何ゲテモノって。こっちにメニューがあるんですけど、YouTuber は体張るのも仕事だと思うんですよ。おー、なるほど。本当に、はい、絶対嫌なのがこれ、ボクシーの昆虫食べ比べセット。なんかね、ここに書いてある、イナゴ、ワーム、ゲンゴロウ、コガネムシ、カイコ、サソリそう、コガネムシが絶対より、はい、あーもうやだ、本当にダメ。私が頼んでおきましたメニューを。おーおそれが来るので食べましょう。食べます。ララちゃんだから優しいものを選んでくれてると私は信じてます。はい、もちろんもちろんもちろん怪しい、もちろん優しいよ。怖い。はい、料理が来ましたね。はい、来ましたね。なんだろう、見た目全然わかんない。うん、なんか美味しそうな、ね、普通に美味しそう、唐揚げ、うん、みたいな、ね、うん、まず最初に食べていいですか。はい、お、食べてくれるの。はい、おお、なんだろう、いただきます。うん、うまい。美味しい。普通に美味しい。普通に美味しい。おお、二人が食べてみて何の料理か聞いてみます。難しいかもしれない。難しい。とりあえず食べてみますか。はい、こんな感じ。全然普通のなんか、なんだろうね、マッシュポテトみたいな。マッシュポテトいただきます。なんだろう、なんか普通の鶏肉っぽい。ね、はい、なんだろう、わかんない、なんだろうこの味。美味しい。大丈夫、食べても大丈夫。辛くない。素材の味って感じ。美味しい。なんだろう、ヒントしますね。怖いです。怖いやつ。クマ、違うか。タヌキ的な。正解は、うん、ワニです。ワニ、これワニなんだ。シリさん、ワニと思ってもう一回食べてみてください。なんか食べづらい。うん、食べますか。ワニだ。うん、でも美味しいですね。はい、シマネが届きました。はい、もう見た目がやばいですけど。何の料理だと思いますか。あれかね、あれだよね、あの緑のやつだね。そうですね。せーの、カエル。正解です。あやった、嬉しかった。まずちょっと食べますね。おお、いけるのか。はい、それでは足から食べたいと思います。足をちぎる。足をちぎる。あなちゃん痛い。美味しいです。美味しいって。何に似てる味。照り焼きみたいな。食べます。美味しい。うん、美味しい。あ、うん、鳥っぽい。うん、鳥っぽい。花もここ食べる。でも普通にいけそう、これだけ見ればね。いただきます。うん、美味しい。うん、美味しい。すげえ。あー、パキなんでララが食べるときパキパキ言うだろう。美味しい。やめろ本当に食べきりました。イエーイ、すごいね、ララちゃん。頑張ってね。
てあげる。いやーモーリーこれ怖くない？怖い、宇宙人みたいな。もうこれちょっとどこ食べれるの？全部食べれるんです。ズバゲット全部食べれるの？尻尾まで。いやーもう帰らせる、見れない。足食べます。あった。うわーすごいよね。カリカリしてる。どう？美味しいです。これ美味しい。味する？味がなんか皮膚みたいな。皮膚まだ、もう食べれないんだけど。食べないんですけど。頭食べんの？すげー硬い。これは特に普通に安全。唐揚げちょっとあんまり安全じゃないんだけど。美味しい。美味しい、うん、コリコリした唐揚げみたいな。軟骨みたいな。うん。なんかね、動いてるの想像しちゃったよね。うん、なんか弾力がある。美味しいですか？あ、美味しい。もう、なんだろう、食べたことない味。はい、しおりさんは諸事情により席を立たれていなくなっちゃいました。なので残りは食べたいと思います。おお。完食しました。すごい、ななちゃん普通に美味しかったです。ありがとう。こちら、オオグソクムシの姿までます。こちらも全部食べれます。殻硬いので気をつけて召し上がってください。はい、3品目が来ました。触れない。どうしよう。全部食べちゃっていいよ。あ、これ醤油の味もすげえ触った。あ、うわうわすごい。ガチャガチャとかでこういうやつあるじゃないですか。あるね。ありますよね。それのやつの本物バージョンみたいな。あります。うわー、なんかなんか出てきた。いただきます。パリパリ、うん、美味しいです。いただきます。刻みにんにくもやつ、うん、あれでつなめをつく、うん、刻みにんにくも、うん、手が終わる。なんか食べ物じゃないみたいに硬いです。どうしよう。ちょっと思いながら、やっぱ生の中の細かい鍋、細かい鍋塩、細かいの、それでいいじゃん。これ何？そこそこ、あ、いいね。これなんだ？完食しました。すごい、すごい、すごい、本当にすごい。失礼いたします。
昆虫の食べ物のセットでございます。ではメンバーのご紹介です。こちらがハチノコ、イナゴ、オケラ、コガネムシ、ジャイアントミルワーム、タガメですね。でタガメ以外は全部そのまま召し上がっていただけるんですけど、タガメは解体が必要になります。で解体の仕方、赤い紙に書いてあるので、お腹の中開けると食べれそうな部分出てくるんで、そこだけすくって食べるようにお願いします。なんかジャイアントなんとかは一番おいしいらしいので、これからちょっと食べますね。いただきます。あ、今動いたんじゃないと普通に美味しい。スタッフさんが美味しいって言ってたので、イナゴを食べたいと思うんだよ。スプラミみたいな。美味しい。お伺いします。動いて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 緑色の部分が食べれる部分になります。はい、緑の部分。この中、お箸ですくっていただくか、細かい部分、爪楊枝の後ろ側だと食べやすいので、最初、匂いから楽しんでみてください。お酒みたいな、うん、お酒っぽい、お酒っぽい匂いする。これ、食べますね。いただきます。嬉しくなっちゃって大丈夫だよ最近。はい、どうぞ。これ、これ、中を言ってるね、人がいるんだし、に、なんか、濃い緑の作業着で、あの、ちょっと見たいとか、クリック、出てきた。うわー、先生、いや、無理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 。臭い臭い臭い。タガメが口の中いっぱい広がる。ブワーってきちゃう。ほんのちょっとしか経ってないのにタガメ感やばい。ねえ、わかる。なんかこの匂いのやつがどんどん後ろに来る。熱くなってきちゃうよ。あ、イカリーレシでございますので、お願いします。どうもありがとうございます。おいしい、おいしい、おいしい。ちょっとこれちょっと嫌だ。ちょっと無理だね。これ嫌ですね。ボスピン上ね。これ言っちゃう、ギブアップで。ごめんなさい。あとはうちのマネージャーさんが虫を試食にしてる方がいるので、こちらの方に食べていただきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、今回ゲテモノを食べてもらったんですけど、どうでしたか2人。今まででも虫は本当に避けて通ってきた虫だったので、いや今回も多分ほとんど食べれてないんですけど、でもなんか参加できてよかったなと思います。はい、最初のワニとかすごい美味しかったので、はい、ありがとうございました。はい、はい、私はまあ、そんなに虫がめっちゃ嫌いとかじゃないんですけど、やっぱこう形にしてみるとやっぱりすごいのでどうしてもそう、だからなんかいやすごいなと思います。本当にララちゃんいっぱい食べてくれてありがとう。本当に助かりました。うん、なんか結構虫は虫に見えちゃうんですけど、うん、結構味付けとかも塩が効いてたりとか、うん、最初のヤモ
美味しかったので、見た目を全然気にしない方とか、コメントさんから来てみてください。はい、そしてこの動画がいいなと思った方、ぜひいいね、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画も楽しみに。バイバイ。バイバイ。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、また今 LINE アット登録してくださった皆さんにチェキ無料券をプレゼントしています。ライブ情報や特典情報も配信しています。Twitter もやっているので、そちらもぜひぜひチェックしてみてね。よろしくお願いします。バイバーイ。あ、いい、いい。あら、いない。こんにゃくは。たまたまそっちだった朝とか、こんにゃくで。